二項係数、数学における二項係数、二、項係数、は二項展開において、係数として現れる正の整数のやからである。二項係数は二つの皮膚整数で添え字付けられ、添え字を持つ二項係数は普通フォーミュラ1と書かれる。これは二項べきの展開におけるの項の係数である。適当な状況の下で、この係数の値は、フォーミュラ2で与えられる。 二項係数を連続する整数に対する各項におからまで順に並べて得られる三角形状の数の並びをパスカルの三角形と呼ぶ。この整数属は大数学のみならず数学の他の多くの分野、特に組み合わせ論において現れる。元集合から引く子の元をその順番を無視して選ぶ方法がフォーミュラ3通りである。二項係数の性質を用いて 記号フォーミュラ3の意味を元々の及びがなる皮膚整数であった場合を超えて拡張することが可能で、そのような場合もやはり二項係数と称する。記号フォーミュラ1が1826年に導入したものである二項係数自体は何世紀も前から基地であった。パスカルの三角形を参照。二項係数に関して詳しく知られた最も初期の議論は十世紀頃が、 コサンスクリット語で書いた、ピングラ、エス・チャンドザストラである。1150年頃には、インドの数学者バースから二世が、著書リーラバティで二項係数について、詳しく述べている。その他の記法として、などがあり、いずれも文字は組み合わせ、コンビネーションや選択、チョイスを表している。自然数、も含める及びに対し、二項係数は二項べきの、 展開におけるの項の係数として定義できる。同係数は、の時に項公式に現れるため、二項係数の名がある。この式自体は、間の互いに果敢な任意のもとに対して成り立つ。組み合わせ論においてもまたこの数は、項の対象から項を選ぶ選び方の総数。より形式的には引く元集合の対元部分集合。項組み合わせの総数として現れる。 この数が先に述べた係数と一致することは、後で述べる、この数の計算法のいずれとも独立に示すことができる。実際、べきにおけるこの因子の各々において、一時的にに対しのある添え字を、それぞれ付けて区別しておくと、この添え字からなる部分集合を一つ選ぶごとに展開後の絵の寄与がだけ、あるから、この項の係数は、そのような部分集合の選び方の数に達する。 このことは、特にが、任意の自然数に対して、自然数となることも示している。二項係数の組み合わせ論的、解釈、二項係数展開が答えを与える、数え上げ問題は多く存在する。例えば、各位の長に一致する桁のビット、つまり、各位の数は、かのご、文字列の総数和で与えられる。また、各が非不整数であるものとしてと各方法の総数は、通りである。 これら解釈のほとんどは、引く組み合わせを数えることに同値であることが容易に示される。の値を、実際に二項べきを展開したり引く組み合わせを数え上げたりせずに、計算する方法はいくつかある。一つは、おなる、自然数として、順化法的な全化式を初期条件、任意のに対しのもとで用いることである。この全化式自体は、集合において、 以下のように場合を分けて元集合を数えることで得られる。特定の元に注目し、ここではそれを、とする。この二者で与えられた子の元から得られるすべての引く、組み合わせが数え上げられているので初期の結果を得る。あるいはまた、の両辺における絵の器用を見ることでもこの全化式は得られる。匂い手矢の項は存在しない、あるいは係数が例であるから、二項係数の定義を、 上記の境界を超えてて、延長してとすることもできる。この全化式はパスカルの三角形を描くのにも利用できる。個々の二項係数をより効果的に計算するにはで与えられる式を用いる。一つ目の分数の分子に現れるは下項解状べきである。この公式を理解するには二項係数の組み合わせ論的解釈によるのが最も簡明である。分子は 個の対象からなる集合から選ぶ順番を考慮して、相違なる個の対象を取り出す方法の総数であり、分母は同じ引く組み合わせを与える相違なる、並びの数を数えるものである。最後に、計算論的には不利だが、短く書けるのでしばしば証明や動質に用いられる、よく知られた、解乗関数を用いた式はで与えられる。ここにはの解乗である。この式は、 上記の情報を表示式に分子分母に対してをかけることで得られる。その結果、この式において分母と分子は多くの共通因数を持つことになる。特に会場は非常に早く増加するからこの式をが小さくが大きい場合に実際の数値計算に用いることは先に共通因数を約分しない限り実用的でない。この式は上記の情報表示よりは二項係数が 対称性を持つことを見るのに適している二項係数の定義から対称性を持つことはわかる。この対称性を用いれば、情報的な計算をより効果的にすることもできる。加工解除べきで書けばと書ける。情報表示を用いれば、を任意の数、負の整数、実数、複素数、あるいは任意の整数が可逆となるような可観観のもとに取り替えて、 により二項係数の定義を拡張することができる。この定義により二項定理の一方の変数をとしたものも一般化して、と書くことができる。ゆえにこの場合もフォーミュラ11を二項係数と呼ぶことは正当化される。この等式は任意の複素数となるに対して有効である。これはまたを不定元とする形式べき級数の等式としても解釈でき、それは 実際に、定数係数を持つ級数の任意のべきの定義として、機能する。この定義を用いるポイントは、べき乗として満足することが期待されるすべての高等、式、指数法則、特にが満足されることである。が、非不正数のとき、なるすべての項は0であり、上記の無限級数は有限和となり、従って、元々の二項定理が再び得られる。しかしがそれ以外の値ならば、 負の整数や有理数の場合も含めて上記の級数は実際に無限和になるは重要な全化式でこれを用いてが任意の自然数に対して自然数となること別な言い方をすれば連続する個の整数の積をが割り切ることを機能的に示すことができるこれは定義や情報表示からは直ちに明らかなことではない パスカルの法則からパスカルの三角形が生じる。番号の行にはの値がに対して並べられている。これを書くには、一番外側のから始めて、常に隣り合う二項を加えた数をその真下に書いていけばよい。この方法によって、分数や乗算を使わずに二項係数を手早く計算することができる。例えば三角形の五行目を見ればが直ちに読み取れる。 他の対角線上の数との差は、上記全化式の帰結として、一つ前の対角線上の数である。二項係数はよくある、数え上げ問題の完明な公式を与えるという意味で、組み合わせ論において重要である。を、不定元として、任意の非不正数に対して式はに関する有利、係数多項式である。この意味において、二は、 任意の実数あるいは複素数を代入することができ、それによって二項係数の定義を一般化するとき、そのような一般化された二項係数は、ニュートンの一般化二項定理に現れる。核に対し、多項式はかつを満たす、唯一のく、自多項式として特徴づけることができる。この多項式の係数はを用いてと表すことができる。 この同関数は対数微分法によりと計算できる。表数の任意の体、すなわち有利数体を含む体上で、次数が高々の任意の多項式は二項係数の線形結合として1位にかける。この時の係数は数列の大回差で与えられ、明示的にかけば、で決まる。各二項係数多項式は、整数値。 整数を代入したとき必ず整数を返すである。これは例えばを用いてに関する機能法で示せる。したがって、二項係数多項式の任意の整、係数線形結合も、また整数値多項になる。逆に等式により、任意の整数値多項式がこれら二項、係数多項式の整、係数線形結合となることが、示せる。より一般に、 少数の体の任意の部分間に対し、二属する多項式が、任意の整数においてに値を取るための必要十分、条件は、それが二項係数多項式の引く、係数線形結合となっていることである。解状表示を用いれば、近くにある二項係数の関係を容易に知ることができる。例えば、を生整数は、任意として、が成り立ち、また少しの計算でが得られる。 さらに言えば、以下の結果は有用である。例えば定数に対して、以下の全化式を得ることができる。等式は、等式において勝つとすれば得られる。これは、パスカルの三角形の各項において現れるすべての数を足し合わせればの整数べきになると言っても、同じである。この事実の組み合わせ論的解釈は、ダブルカウンティングで引く元集合の位数の、 部分集合を数えることである。任意の位数に対する部分集合を数えているのだから、その和,和の部分集合の総数に等しく、それがであることはよく知られている。すなわち、等式は引く元集合のべき集合の位数がであることを述べる、ものである。より明確に、桁のビット列を考えれば、このビット列は、この数を表すことに利用できる。その中で一つも含まない。 ビット列を考えれば、これは通りである。ちょうど一つを含むビット列は通りである。このように数えていけば、上記の式を得る。等式、およびは、等式、をに関して、後者は二回微分してとおけば得られる。は、任意の複素数と任意の非不正数に対して、成立する。これはの展開におけるの係数として、等式、を用いて求めることができる。 のとき等式は、等式に簡約される。任意の整数に対して適用できる、同様の等式は、フォーミュラ20を用いればの展開におけるの、係数として求められる。のとき等式はとなる。展開をに対して用い、を使えば、を得る。等式から従う、別の等式として、遠いてを得る。以下多項式に対して、 が成り立つ。ここではの引く時係数である。等式はより一般に複素数に対してとできる。これはの代わりに多項式とするときがやはり G 以下の多項式であることと引く時係数がであることとに注意すれば、等式を適用して直ちに得られる。急数和に対して収束する。この等式和を調べるのに利用できる。 これを見るにはが成り立つことをに関する機能法で示せばよい。等式から及びが得られるにより、都てを境に刻みに取った二項係数の相和と項の閉じた形の式の和との間の等式が示せる。二項係数を含む多くの等式が証明することができる。例えばなる、非整数に対しての時に簡約されるは以下のようにできる。左辺は集合の少なくとも、 この元を含む部分集合を選び、選ばれた元の内子に印をつける方法を数えている。右辺も同じものを数えるのだけれども、この元の内子に印をつける方法が通りあり、その各々について印をつけた子を含む部分集合を得るには、印のついた子に、残りの子の元から人間に追加すばよいから、そのような仕方は通りである。パスカルの法則の両辺は集合の体。 元部分集合を数えているのだけれども、右辺は特定のもと、例えばを含むように選ぶ場合と含まないように選ぶ場合に分けて数えている。等式、再計するとも組み合わせ論的に証明できる。このを一列に並べ、それらのうちの子を選んで印をつけることを考える。そのような方法は通りである。右辺。他方、そのような子のを選ぶときに、子は前半の子から、 残り1個は、後半の個から選ぶとしてにわたって考える。これによりが得られるから、等式を適用して、初期の結果を得る。等式も組み合わせ論的に証明できる。は、二次元格子上でからまで、または、刻みで移動してたどった経路の総数を表す。そのことは全部でこの点を渡るために必ずちょうど、回だけ刻みの移動をしなければならないのだから明らかで、ある。さて、 ここでちょうどこうある刻みを刻みで置き換えると、刻みと刻みを合わせて到達することになる。これをなる角にわたって考えれば、から刻みと刻みを合わせて到達する方法の、総数が数え上げられる。そのような方法の総数が通りあることは明らかである。あるいはより一般にで与えられる。ここには皮膚整数である。ある種の三角積分は二項係数で表される、値を持つ。 お皮不整数として。これらは、オイラーの公式で、三角関数を複素指数関数に変換して、二項定理で展開して、項別積分すれば示せる。固定下に対して作られる数列の通常母、関数和で与えられる。固定下に対して作られる数列の通常母、関数和である。一般の皮不整数に対する二項係数の葉を満たす。 二項係数に対する別の形の二変数派派関数は対象関数としてで与えられる。二項係数に関する派となる1852年、クンマーは皮膚整数及び素数に対し、を制御する最大の引くべきがであるとき、派とを加えるときに生じるマイナス心表示における繰り上がりの数に等しいことを示した。同じことだが、における、 素因子のべき指数はのがの小数部よりも大きくなるような非膚整数の総数に等しい。これにより、が、鳩と,との最大公約数で割り切れることが導かれる。したがって特に、任意の生成数及びなる、生成数に対してはを割り切る。しかしより工事の引くべきに対してこれは正しくない、例えばはを割り切らない、が成り立つというものである。なる二項係数の総数はであるから。 これはで、正常可能なものの占める密度がに収束することを意味する。別の事実として、整数が素数となる必要十分条件は、中間二項係数のすべてがで、正常可能なことである。実際、が、すかずならば、なるにい,いのに対しては終わりきる。これは、分子は、素因数を含むが分母はを素因数に持たないことによる。が、合成数のとき、 を割り切る最小の素因数とし、と置けば、勝つはで割り切れない。仮に割り切れるとすると分子がで割り切れることになり、それはがで割り切れる場合しかありえないが、和で割り切れるのだから、和を割り切らず、和素数だから従っても割り切らず、それゆえ分子がで割り切られることもない。フォーミューラ43に関して、以下の評価がに対して成立する。スターリング近似からは、一般にが勝つに対して成立する。 またの時金字が成り立つ。が、共に一より、十分大きければ、スターリング金字からは、以下の全金金字も従う。ここにはのである。より正確に、任意の整数とに対して、最初のこの二項係数の和をと評価することができる。を得る。より精度を望むならば、を積分で金字してとなる。かつに対して及びこれら金字式からそれぞれ、金字値を呼びを得る。 ガンマ関数の無限積表示に基づく無限積から、全勤公式和で成り立つ。この全勤挙動は、近似にも現れている。ここに、は、番目の調和数で、は、オイラー・マスケローに定数である。さらに、かつ適当な複素数に対してなるとき、全勤公式が成り立つ。二項係数の和について、二項定理を用いるとという、単純で荒い状態が得られる。 が十分大きい時は二項係数と正規分布との関係に基づく近似を与える。これは二項分布と等しい期待値と分散を持つ正規分布を取りとしてっかければ中心極限定理に対する評価から従う。二項係数を一般化するものとしてで定義される数を多項係数と呼ぶ。二項係数がの係数であったのに対し 多項係数はの多項式展開の係数であり、の時二項係数を与える。多項係数は、区別可能な個の元を、この箱に分けて入れる時、箱の番号に対して書く箱がちょうど個の元を含むような分け方の総数として、組み合わせ論的に解釈できる。多項係数は二項係数の性質とよく似た、たくさんの性質を満たす。例えば全化式及び、 任意の時間に関する対称性が挙げられる。ただし、和を並び替えたものである。を用いれば、二項係数の任意に選んだ点の周りでのテーラー展開はと与えられる。二項係数の定義、席による表示和が実数、が整数の場合にも意味を持つ。特にの時任意の非不整数に対してが成り立つ。これは二項級数展開に現れる。 二項係数の積は二項係数の線形結合としてと表すことができる。この展開の結合係数は多項係数で与えられる。ラベル付けられた組み合わせ論的対象を用いて言えば、この結合係数はそれぞれ重み及びのラベル付けられた、対象の体で最初の個のラベルが一致するようなものにをラベル付ける、方法の総数、あるいはそれらを貼り合わせて新たに重みでラベル付けられた。 対象を付け加える方法。つまり、このラベルを、一方の対象の貼り合わせない部分、他方の対象の貼り合わせない部分、両者の貼り合わせ部分の三つの部分に分ける方法の、総数である。このように見ると、二項係数の母関数は、加工解状べきに対する通常、母関数に対応する指数型母関数である。二項係数の逆数の部分分数分解は、およびで与えられる。 アイザック・ニュートンに名をちなむニュートンの二項級数は二項定理の無限級数番である。これが成り立つことは両辺が微分方程式を満足することを見ればよい。この級数の収束半径はである。ともかける、二項係数は与えられた集合から決められた位数の部分集合を数え上げるものであった。関連する組み合わせ論的問題として、 与えられた集合から元を取って作られる、決められた数の多重集合を数えのぼる問題、すなわち与えられた集合から重複を許して決められた数の元を選び出す重複組み合わせの問題がある。その総数は多重集合係数と呼ばれ、個の元から個を選ぶ重複組み合わせの総数はフォーミュラ69と書かれる。以下議論の便宜のためを使わずに、 その代わり及びなる皮膚整数を用いる。多重集合係数は以下に示す関係により二項係数としてかける。この等式を以下のようにも特徴づけることができる。が等しいことに注意すれば、二項係数を加工解状べきを用いてと書くとき対応する。多重集合係数は加工解状べきを対応する上昇解状べきで置き換えたとして与えられる。 任意のに対してが成り立つ。特に、負の整数における二項係数は、符号付けた重集合係数である。なる、特別の場合には、これは、フォーミュラ75と簡単になる。ガンマ関数やベータ関数を用いてと書けば、二項係数の二つの引数を任意の実数、または複素数まで一般化することができる。この定義において、ガンマ関数の性質を用いれば、 が満たされることもわかる。特にである。この一般化に関する研究は少ないが、などにはすでに現れている。通常の二項係数に関する多くの等式がもはや成り立たなくなっていることに注意すべきである。例えば性能に対して、フォーミュラ79やフォーミュラ79は一般には正しくない。その挙動は極めて複雑で、く軸、く軸と直線で分けられる8証言。 オクタンとのどの位置にあるかで著しく異なる。負のに対しては、負の整数の位置に得意点を持ち、正と負の領域が一末模様をなす。二項係数のマイナス類似はと呼ばれる。部分集合の数を数える二項係数の組み合わせ論的定義を、奇数に対して、濃度を持つ適当な集合をとっての形に表せば、無限奇数に対しても一般化できる。奇数を表す。 集合の取り方によらずが等しいという意味でこの一般化はうまく定義されている。有限奇数に対してこれが通常の二項係数の定義に一致するのは明らかであろう。選択行為を仮定すれば任意の無限奇数に対してが示せる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。